どうも、僕はですね、ぴょこたんという名前で漫画を描いたりしているものですが、いよいよね、この日がやってきました。僕のね、オリジナルソング第2弾。僕は令和の座敷わらし。本日ね、プレミア公開でですね、発表させていただきます。曲を公開する前にですね、今回のね、曲の制作に携わってくれました、矢継ルカにね、じゃあ早速登場してもらいましょう。はい、こちら。どうも、ご無沙汰しております。西日暮里から追い出されちまえ。っていうことでですね、おみくじっていうバンドでボーカルをやらせていただいております、矢継ルカです。よろしくお願いいたします。今回はね、名曲をね、作曲していただいてありがとうございます。あ、ようこそありがとうございました。まだね、この見てる皆さんには聞いてないんだけど、ほとんどの人が。聞いてもらう前に、どうしてこんな風にね、名曲が完成しちゃったのかをお伝えしていこうかなと思ったけど、きっかけって何だったんだっけ？きっかけは、もう、まずもって、前回、鉄板尾和義っていうね、僕が、プロデュースを担当させていただいた、まあ、僕が主体となった、あった企画がありまして、まず第一弾として。で、今回、その流れで第二弾っていった感じなんですけども。あれ、どうしてやろうと思ったんだっけ？何だったっけ？あ、僕がもう一個ちょっとやれたらいいかなぐらいのぼんやりした感じで思ってたんだっけ？そうです。ツイッターで DM をいただきました、ぺこたんさんから。その時に、もう結構具体的にもう参考になる曲っていうか、こういう曲のイメージでっていう曲、言っていいんですかね、これっあ、いいて。よ。どんだっけ？な。さだまさしさんの関白宣言のイメージで、いや違うも何も DM で書いたじゃないですか。あれ？あ、確かに、最初はそう、あれ？でも全然違くない？できたものは。それがですね、それとその関白宣言のさだまさしみたいな感じでっていうのが一番最後の文にあって、まあ流れ的には、国民年金、これには、これはやめとけよ、みたいな、礼と一緒に、曲名もね、僕は令和の座敷わらしで、みたいな感じでっていう感じでも、その時からかっちり決まってらっしゃってて、そう、なんで関白宣言って、僕、関白宣言ってよく知らないよ。たださ、あれっそてうななんんでかすすか。ごい昭和の歌で、なんかすごいさ、俺よりも先に寝るんじゃないとか、偉そうに、おっさんがね、妻に向けて言ってるようなイメージだったのよ。だからそういうなんか偉そうに、いろんなことを、いろんな条件を叩きつけるような感じで、っていう意味で、それを書いといたの、試しに。ただそれだけ。まあでも、そんな感じで、いただきまして。それだけの状態をとりあえず渡して、僕がとにかく作詞をやった方が面白いなと思ったんで、一応僕もカラオケにっていうメディアに対してのちょっと面白さを感じたんで、前回やってみてね。なので、ちょっと今回はもうちょっと分かってきたところでもう一発ちょっとやってみたいなっていう感じだったんで。で、その状態でじゃあ投げたじゃん、僕が。そしたらもう曲が来て、ラララララの状態で。その間、だいたい2週間ぐらいでしたよね。割と僕の中で、そんぐらい具体的なイメージをいただけたら、たまたま僕の体のどっかの得意なところに引っかかったみたいな感じで、偶然ポンポンポンっていった感じなんですよ ね。それであれがじゃあ完成したの。いや、僕としてはすごいいいのが出てきたなと思って、分かりやすかったもん。聞いてて、こういう構成でここにこれをつけて、これでまたこういう感じで、かっちりとその仕組みが見えたというかさ、曲を聴いてるときに。でね、そこ僕もすごいさすがやなと思って、ちゃんとほら、何でしたっけ、最初のや、その最初ら辺のやりとりで、僕が一回確認の文を送った後に、こういう風にして、こういう風で考えてるって、第2回、2個目のそういう返し、お返しをいただいた時に、ああ、俺が考えてたのと一緒やんって、その第1個をもとにね。あ、そうなの？ああ、もう絶対いけるやんって確信しましたし、ほんで僕が曲を提出して、最初ら辺でこう4回言って、サビが来て最後にまとめみたいな感じで出てきた時、ああ、さすがやなと思いました。だって、その僕が考えれてなかった部分を汲み取っていただけたんで、もう僕としては、もう、ああ、じゃあその自分が作った曲に結構僕としてはあんまり納得はいってないところも少しあるんじゃないかなと思うんだよ。まあ歌唱力とか詞とか、僕はデタラメやったじゃん。特に MV ね。MV も含めて。いや、いろいろ言いたいことありますよ。矢継ルカの作ったポップなものが結構きしょいものに出来上がってるっていうのが、そう、それ大丈夫なの？もう全然ね、これですよ。
最高なんですよ。あ、最高なんだ、これ。まずでもね、言いたいのがね、まず一つね、思ったのが、俺、実写版西日暮里ブルースやなと思って、実写版西日暮里ブルースなの？サビの部分で恵比寿で餓死寸前やったツッチーさんと一緒にぴょこたんさんがこういう踊りあるじゃないですか。あれ、まさにティーリリーリリーじゃないですか。ああ、そういうこそうとなんそう、だ。そういうとこ確とかに。か、場所は西日暮里じゃないんですよね、だから。だから恵比寿なんだよね。めんどくさいから全部恵比寿で 3時間以内に撮るっていうのが条件だったから。だから、普通に僕はまあ、あくまで曲を作っただけなんで、今回 MV には全く関与してないんですけ ど、そうやって、逃げないでよ。自分は MV はノータッチだから。結構曲としてはすごいちゃんと作ってもらったのの、僕のその最後の味付けのところが、いや、それがいいんじゃないですそれか。がいいんだ。あ、じゃあいや、よそかっれた。がそいいれでならす。安心だ。ええ、そうそうそう。まずは見てもらおうということで、見てからまたいろいろ言いたいこともあると思うんで、皆じさん、ゃあ、バンドエイドの準備をしてください。これあれですからね、まあ、ほぼ世界初公開みたいな感じのプレミア公開でこれをやらせていただくんで、じゃあ皆さんね、今から、矢継ぎルカの方からね、曲名をお願いします。わかりました。それでは、今回、ぴょこたんさん自身が作詞を担当されて、僕が作曲と編曲をやらせていただきました。MV にはツッチーさんも出てます。僕は令和の座敷わらし。どうぞ。今撮るかを迷ってる人本当に必要になった時に撮れ人を殺す確率も上がるぞ宝くじ1万円分買った人かっこつけてやってみたって人やってない方が人としてかっこいいしモテるよ厄年だからお守りとかお祓いとかって人はい。
はい、ということでね、こういうのが出来上がりました。よかった。いや、もうだから僕はもうね、感激ですよ。今、こっちのコメント欄の人たちももうこれは大フィーバー状態で絶賛入ってないとおかしいとは思いますけどね。そうだと嬉しいです。さっきもなんか言ってましたけど、話を掘り下げるようであれなんですけど、その最後の味付けでね、まあ、例えばね、僕があの曲を僕が歌って、なんかこうリリースしたとしてもね、もうすっごいこの世の終わりみたいなの感じになるんですよ。でも、まさかね、僕の曲をぴょこたんさんが歌うっていうね、これがこの世界で起こるっていうのは本当にわからなかったことなんでね、本当に最近までは。それが逆にやっぱり化学反応っていうかね、やっぱそれはやっぱ僕も思いますね。ああ、これじゃあよかった。まあ、矢継ぎ流香のキャリアとしてもね、まあ、黒歴史にならないように、これから先ね、やる中で、これ代表曲の一つとしてね、ぜひカウントしてもらってええ、もちろんよろ しくおあ。願いしあまりがとうす。ございます。一応ね、今回僕、どうしてこういうことをやりたいかっていうのの裏テーマというか、筋の通ったね、一つね、あるんだけど、まずさ、カラオケって、他のメディアに比べてかなり特殊な状況だと思うのよ。僕はそこに気づいちゃって、カラオケってさ、YouTube とかと違って、まあ若いやつらが何人かで行った時に、強制的にその映像って見させられるじゃん。だからそこがね、そのメディアとして影響力とか YouTube とかに比べてちょっと一個乗っかるからめんどくさいんだけど、強制的に見させられる状況っていう、しかも若いやつも結構行ってるっていうところが面白いなと思ったのよ。だそうでから、すね。若いやつに変なやつからこう、人生のね、プラスになるような教えを問いたいと。まあ、説教ですよね。説教っつうか、いや、これ覚えとけよって、お前これ覚えとけば、将来絶対得だからっていうのを、そこで、だって誰かがさ、グループの誰かが歌ったら、それ絶対見ないといけないじゃん。その全然関係ないところがね。そこで、この変な人が言ってるのを、サブリミナル的に入れることで、なんかこう、そいつの人生を動かしたいなと。僕そういうの大好きですね。これがね、本当ね、この曲のテーマなのよ。本来僕のことに興味がある人っていうのは僕の YouTube を見て、能動的に来るわけじゃん。あ、ぴょこたん見ようみたいな。だけど、カラオケというメディアに関しては、もし複数人で行った場合に誰かが歌った場合は、もう無理やり浴びせられるっていう状況。その状況で僕のこういういつも YouTube でやってるようなことを、全然知らないやつに被害者としてぶつけることができる。しかも、まあ、歌ってもらえば金ももらえるし、ということで、今回はね、その特に若いやつにぶつけてみたんだよね。確かにいいですよね、それ。だって、ぴょこたん、今、いわばこの言い方、その本人の前で言うのもあれですけど、いわゆるぴょこたん汁をブシャーってかけられるわけじゃないですか、そう、知らん無理人やは。り、知らんやつに強制的にかけられる、かける。で、それが連鎖するかもしれないですから、そうもうなの、こんそうななの。目にあったんやから、ちょっと俺の友達にもこれ浴びせてやれみたいな。そういうのもあるし、そう、カラオケっていうのは特殊なメディアなんだっていうことに気づきまして、バイオぴょこたんですね。そう、それをだから、まずはこれ見てる君がカラオケで、あと僕もカラオケとか行くとさ、基本、まあ行かないんだけど、歌う曲もないし、なんかだんまりを決め込んでるんだけど、そういう時にここでね、一発カウンターパンチを浴びせる曲として、君みたいな陰キャがこれ見てる、そういうグループで行った時にカラオケで浴びせる曲としてもこれいいと思うんだよね。切り札になりますよね。いや、多分惹かれるし、何なのこれってなるじゃん。あの映像込みだから、今の映像込みで出るからさ、若いやつが、例えばその状況に立った時、運転免許取ろうかなと思った時に、脳内にあいつがよぎるっていう、あの汚いおっさん2人がよぎったら成功なの、これ。宝くじ買おうと思った時とかも、たまたまカラオケで誰かが歌ってたやつで、宝くじ買ったら5500円捨てたら同じことだって言ってた、あの小汚いおっさんいたよな、みたいな。すっと避けらせればもう勝ちだから。これが僕のカラオケを通じたね、新しいメディアの使い方っていうことでね、それに矢継ぎ流香も協力してくれて、こんだけポップな曲に乗せて、僕の主張をぶちまける。いや、もうまさにだからほんまにパンクですよね。これいいよね。面いいよ。白い。めちゃくちゃいいでそすよ。う。で、ちゃんと印税が入ればね、それ、まあ、1万9000円払ってるから、それを多分ペイできるまでは、1万9000回はとりあえず再生されないといけないから厳しいんだけど、それを払ってでもぶちまけたいっていう気持ちの方が勝ったんで、まあいいかなと。いや、もう最高のね、ソングですよ。なんか曲作りの面では僕全然わかんないからさ、まず僕がその
最初に要望をつけたじゃん。こういう感じで、まずはなんか名詞を出して、僕もなんとなくね、こう、徐々に段階を追って難しい説明にしていこうかなと思ってたから、まずはこう運転免許とか、若いやつなのね、一番興味のある宝くじとかから、株式投資、国民年金とか、こう、少しずつね、掘っていって、土分にはめていこうかなっていう魂胆で、そういうのやったんだけど、音楽的な流れとしては、どういう感じなまず、の？最初にいただいたじゃないですか、関白宣言のイメージでっていう、その文と一緒に、その国民年金とか宝くじって。まず、まあ、いわゆるその、まあ、専門用語になりますけど、その、いわゆるその曲の A メロの部分、その、繰り返すところに、その主張のところの時に、まず、こう、作ってる時、まあ、そのメロディーがこう、パンと浮かんで、ほんで、こう、うわーってやってる時は、もうその、その書いてあった通りに歌詞をはめて、まあ仮歌詞みたいな感じで、それで歌って作り始めてたんですよ。ただ、その国民年金と宝くじっていう部分しかいただいてなかったらね、他のとこは全部ラララになっちゃうんですよ。だなるほど。から、いろいろこうね、ごてごてこうガシャンガシャンつけるよりも、結局、ぴょこたんのもっともうめちゃくちゃわかりやすく言わせていただいていくと、ボーカルの音量を大きめにしてるんですよね。あ、そうなの？そう。だから、まあ、自分で言うのもなんですけど、その、バックトラック、その、オケはもう、ほぼおまけみたいなもんで、その、やっぱりメロディーとその、ぴょこたんさんの主張ですよね。それが際立つような作り方っていうのはしました。ああ、で、その、まあ、そこの部分はそうだとして、サビの部分とかはどういうイメージで、ああいうメロディーなの？ わかんないからさ、そういうのって。だから、それはですね、ちょっとこれ話がずれちゃうんですけど、まあ、最終的にリンクするんで、ご安心ください。まあ、頑張ります。とりあえずね、ぴょこたんさんのこうやっていろいろこう、西日暮里が追い出されちまいから始まって、こう一緒にこう話し合って作る、いろいろやらせていただくようになってから、僕のね、中に、ぴょこたんタンスっていうのが生まれたんですよ。タンス？ぴょこたんタンス。ぴょこたんさんの曲を作るときは、そのぴょこたんタンスからいろいろ引き出して、作るっていう感覚なんですよ、基本的に。で、その中で、折半を和義作ったじゃないですか。で、出たじゃないですか。で、まあ、いろいろそこで僕もまあ、いろいろこう良かったなと思うとこもあるんですけど、こう、ああ、ここもうちょっとこうすればよかったんだけど、ここ弱かったなとか、いろいろわーって出てきたんですよ。あ、そうなんだ。で、それの、その中にあった一つが、メロディーが弱いってとこだったんですよね。ちょっと難しかったじゃないですか、折半を和義。そうだっけ？いや、全部難しいね。まあ、僕は分かんないかああ。ら。そうそう。特にその僕の中でちょっとメロディーが弱いなっていうのがあって、まああれはあれでね、形としては5000億点なんですけど、だからもう今回の曲はもうちゃんともうその4分で、まあ、4分って、そう、4分とも言われてないですからね。勝手に僕が4分にしたんですけど、もうちゃんとしたもうガッチガチのポップス、もうポップ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 なもう楽曲をもう作ってやろうって意気込んで、そのメロディーを強くね、だからサビもああいう感じでもうめちゃくちゃキャッチーな感じにしようと思ってたんですけど、なんかキャッチーにちゃんとなってよかったですね。どういうサビのメロディーだったっけ？ララ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 
礼岩のってところ無理やり礼岩のって言ってくる。いいな、あれ。れはね、ぴょこぴょこテクニックでした。あれ、いいんだ、あれで。いや、OK です。平成だったらなんとなくしっくりくるんだけど、令和って合わないけどいいんかなと思いながら、そういうの全然わかんないからさ。僕が思うに、でも、そういうのが、ぴょこたんさんの、その歌手としてのぴょこたんさんの、個性じゃないですか。でもさ、やつぎるかもなんかやってたじゃん、前。ほうかまわーみたいな。ほう、はい。なんだっけ、あれ。だけ おどーっー、それて。それ。だけどーってやってたから、ああ、いいんじゃ、これでいいかと思ってやっちゃったんだけああ、ど。いや、でも、それ、なんか、参考にしていただけたら、別に、もうだ光栄けなんで。どーじゃねえよっていう。ね、じゃねえよって。自分否定することになりませまあ、そう、だからそういうのもありだなって思って、まあ、そうしたけど、じゃあ、あれはあれでいいんだ。まあ、とはにい。かく、僕は令和の座敷わらしで、変なおっさんが主張して、それをサブリミナル的にずっとこう、相手の若いやつのカラオケやって、たまたまね、そこに出くわしたやつの脳に、こう、プリントしていきたいなと思って、あえてね、ああいうふうにずっと連呼させたんだけど、あと、あれね、動きね。さあ、それ何なんですか？ いや、なんもない。ただ、なんかこう、更新しながら、あの時、土と適当にどういう動きにしようかなって、最初はなんかこう、普通に更新した方がいいかなと思ったんだけど、はい。もっとなんか気持ち悪くて、こう、頭に刻まれた方がいいかなと思って、最終的にはね、あれをね、みんな覚えていったら、もうカラオケボックスでみんなでやってるよ、これやるぐらいの。うん。
ドリンク運んできた店員さんびっくりしますよね。そう、だからまああれはあれでと思って。ツッチーさんとやるとこあるじゃないですか。うん。うん。あの時、ぴょこたんさんめっちゃ不気味なほど笑顔なんですけど、あれって作ってるんですいか？や、ここはもう本当に最後の幸せのところだから、そこからのまた家に戻って、無言で家に戻るっていうの、このね、ギャップがいいかなと思ってね。結局ああ、はなる汚ほど。ねゴミ屋敷に帰って、真顔で、で、こう寝ていくわけだから、そのバイバイまではやっぱ笑顔でいて。あとは、あれです。これも僕が作ってる時にも、まあ最初ら辺の時からもう頭に浮かんでたんですけど、なぜかね、座敷わらしって、まあ座敷わらしじゃないですか。やのに、なんでか知らんけど、平安時代のぴょこたんさんがなんかおじゃる丸の帽子みたいなの被って、なんか最後の、ほら曲の最後でフルートがパパ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 
和室で全座っ然違てうじゃん。全然桜が舞っ違うじゃてん。うん。みたいな映画も浮かんでてね、ちょっと俺はどうしてしまったんやと思いました。でもその全部があった中のなんか最後のなんか盛り上がりみたいなやつも作ってたじゃん。はい。あれは何なの？どこですか？周りのみんなみあ、たいなやつ。ああ。あそこはもう今までと違うなんか最後の締めみたいな感じなんじゃないの？ああ、だから、いわゆる C メロですよね。まあ、これ個人的な話になるんですけどね。ここは僕の、まあ、趣味というかね、僕今まで僕曲作ってきた中で C メロってあんまり作らなかったんですよ。でも、今回ペボタンさんのね、第2弾、まあ、一大プロジェクトなわけですから、まあ、僕の持てるすべてをできるだけを注力したいと思っあ、て、そうなんだ。もう C メロも俺、ちょっとやつぎるかの C メロちょっと見せてやれみたいな感じで自分に言い聞かせてね。俺はね、やってやれよっていう自分に言ってるんですよ。ほんで、C メロを入れたんですよ。で、それをね、だからうまくまとめ部分に変えていただい、うまくし、僕が作ったその C メロの部分をまとめて解釈してくれたのはペコタンさんなんで、俺はそう来たかと思いました。そうなの。どうすればいいか分かんないし、僕全然。なんか、多分ここで何かしらの今までの放送まとめをしないといけないかなとは思ったんだけど。いやー、だからもう、それ、万々歳ですよ。あ、じゃあ、まあ今回もこれ、結果良かったってことでいいっすよね。あとは頑張もうれこでの曲す。をね、我々の代表曲として、ことあるごとに歌って、で、これを見てる皆さんも、その工作員として、ジョイサウンドに行った時にはね、まだカラオケには行ってないけど、まあ、じきに行くんで、これを歌うことで、周りの人をね、まあ、嫌な気分というか、ちょっと変な気持ちにさせるというか、この輪を広げていっていただければいいかなと思いますね。最終的には、だからみんな、周りの手つないでさ、この動きをさ、無理やりにでもやらせようとして、すごい嫌な、今まで我々が味わってきたカラオケの時のノリ悪いなっていうやつを、まあ、僕が味わってきたやつ、もう歌、いや、歌わないっていいです、いいです、いらないですっていう、あの感じのカウンターパンチとしてね、この曲をね、有効活用していただきたいですね。お前らこういうのが好きなんだろ？ いや、お前らがやってきたことはこれなんだぞっていう、お前らの好きな、そのアイドルの合いの手みたいなやつを無理やりやらされる気分ってこれだぞっていうのを、気持ち悪いおっさんの動きに合わせて自分もそれをやらされるっていうことを、ぜひね、これやっていってほしいです おね。願いします。このプレミア公開終了後にはね、その曲の単体の方も公開しておきますんで、ぜひね、ヘビロテしていただいて、今後カラオケとかね、音楽配信にもきっとなりますんで、その時にはね、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。じゃあ、ちょっと今回は、やつぎるか、どうもありがとうございました。大変なね、お仕事を。いやいや、こちらこ名そ、ま曲たを。また休憩したらまたいつでも声かけてくそうだですさい。ね。またほとぼりが冷めた頃にね、気が向いた時にもう一発なんか思いついたらとかはね、このカラオケ展開に味しめたら、もう僕としてはもう一つの歴史を作り上げていってる感覚ですからね。ありがとうございます。またね、ぶちまけたいって気持ち出た時には、ぜひまた協力いただければと。はい、ぶち開けましょう。いやー、よかったね。だって、なんだかんださ、やつぎるかってさ、別に直接会ったこともないし、去年の誕生日配信の時に来た変な頭のおかしいやつっていうところからだからね、スタートが。はい。で、まだ半年ぐらいじゃん。で、年齢差も20歳ぐらいあって、それでね、こんなにちゃんと共作者としてやれるとは思わなかったもんね。
そうですね。もうだから僕、それはもうでも僕の方こそですよね。そいれはもやう本ー、当これは非常にいいことだわ。に。光栄です。こういうね、1年前から想像もつかなかったことが、その1年後にできてると。僕ははっきり言って全然想像してないから、このいや、展も開ちろ当たりん、前だ僕けもど。です。だけどね、そういう何でも柔軟にこう、チャレンジする、ね、精神さえあればね、こういうことも可能だということをね、見てる皆さんもね、なのでやっぱ少しでも長生きして、こう、クリエイティブをその時その時でやっていくと、これはいいことだなと思いました。はい。じゃあ、次、ルカは、今はじゃあ、どういう感じなの？なんか、おみくじとか、新曲とか、そういうライブ活動とか。ああ、そうですね。基本的にはライブ活動を毎月行ってるんですけど、まあ、ここで告知させていただくのは非常に恐縮なんですけども、7月7日にね、セカンドシングル IQ62 ってのが出ます。はい。ほんで、ミュージックビデオも出ますしね。あと、1日にね、7月の1日にね、滋賀県にあるね、琵琶湖って知ってますかね。知っまあ、てる。湖があるんですけどね、海岸とは言わないです。湖岸からね、スイカ割りとかね、二人でしてね、夏を楽しむ配信するんでね、皆さん、もしよかったら僕らと一緒に日本の夏とね、湖を堪能してください。よろしくお願いします。そのシングルっていうのはどういうことなの？今まではファーストシングルは何なの？ファーストシングルは、ときめき忘れないです。あれがファーストシングルなの？じゃあ他にもいろいそうろなんで名す。曲がある中でもシングルっていう扱いにはなってないんだ。ああ、そうですね。もう最近なんかシングルとアルバムの差がちょっとよくわからんくわなっかんないててよね。ね。だからもう、基本的になんかみんなが、その一番みんなが聞いてもらえるのを模索して、それで一番を出すってのがいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。まあ、結局だってね、シングル出してミュージックビデオも出すわけですから、まあ、ちょっとその辺はまあ、よくわかんないですわ かんないよな。よでね。も、名曲揃いでもありますからね、おみくじのアルバムね。ありがとうございまスクールす。なんだっけ？スクールボーイコンプレックス。スクールボーイコンプレックス。あれも、まだまだ伸びしろがかなりあるんじゃないかと思いますんでね。前回のその配信、僕ら二人で出させてもらったやつで、それを経由して買ってくれた方とか、僕らに興味持ってくれた人がいっぱいいらっしゃるので、非そうな常んにだ。ありがとうございましいた、皆やー、さまん。だまだこれからですからね、でも。まだ埋もれてる状態ですから。とりあえずね、今回のこの令和の座敷わらしで曲に興味を持った人は、そっちの方の100%純度のやつも聞いてみるっていうのはね、いい流れではあるよね。これはまあ50%ぐらいじゃ、まあ言っても、僕がこう、いろいろやっちゃったから。まあ、それもありますけども、別次元の話じゃないですか。これはこれでいいんじゃないですか、ちゃんいとや、歴もう、史これとはして。もちろんいいんだよ。50%ずつのクリエイティブの融合だから。そうであっすちはね。さ、100%やつぎるかのものが結構ああ、ほなとるんどほじゃん。ど。やつぎるか100%でやるとこうなるんだな、みたいなのも分かるんじゃないかなって思うんで。そうですそうね。でしょ？はい。僕もいつも普段やってることは100%僕のやつなんだけどっていうのがあるから。皆さんよろしくお願いします。ぴょこたんオリジナルソング第2弾、令和の座敷わらしをね、引き続きよろしくお願いしますということで。よろしくお願いいたします。じゃあ今日はやつぎるかどうもありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうも。今取るかを迷ってる人。本当に必要になった時に取れ。人を殺す確率も上がるぞ。宝くじ1万円分買った人。それって5500円を捨てたのと同じこと。かっこつけてやってみたって人。やってない方が人としてかっこいいしモテるよ。厄年だからお守りとかお祓いとかって人。これ単なる悪徳商法だから一切信じないこと。
き通し難しくてわかんない。